腸活ダイエット整体師の佐藤すみかです。ダイエット効果が高いリンゴ酢、あなたはどのように召し上がっていらっしゃいますか？私も大好きで毎日美味しく飲んでいます。そこで今回の動画ではマイナス10キロリバウンドなしの私がおすすめするリンゴ酢のダイエット効果をさらに高めるある方法と美味しいレシピがあるんです。もしリンゴ酢のダイエット効果をさらに高めて健康で綺麗に痩せたいっていう方はぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。激痩せリンゴ酢味噌汁ダイエットについて詳しくお話ししていきます。話の流れはこちらです。1つ目の項目です。なぜこのリンゴ酢味噌汁で痩せることができるのか、その痩せるポイントと、2つ目リンゴ酢の味噌汁の神レシピをご紹介します。では1つ目の項目です。なぜこのリンゴ酢を使った味噌汁で痩せるのか、その痩せるポイント4つあります。1つ目、この味噌汁飲みますとあなたの腸内環境がめちゃくちゃ整います。簡単に言いますと痩せ菌と呼ばれる善玉菌を増やして元気にしていつまでもあなたの腸内で住み着いてくれるっていうね、こういった環境を作ることができるから、結果根本的な痩せ体質に生まれ変わることができるんです。2つ目、血糖値の急上昇を抑える味噌汁です。これすっごく大事ですね。誰でも食べれば血糖値が上がります。特に上がりやすい食べ物ってありますね。甘いものとか脂っぽいものとか、そういった時にこのお味噌汁とセットで召し上がると、その太るもと血糖値の急上昇をぐっと抑えることができるので、結果脂肪を溜め込みにくくしてくれるんです。では3つ目です。満腹感高めていきましょう。どうしてもお腹がすくと食べたくなってしまいますよね。その食べたくなるものを朝からできればこの味噌汁飲んでいただきますと、その日一日の空腹感を抑えていつまでも満腹感を高めておくことができるんですね。その結果食べ過ぎ防止につながります。4つ目、発酵食品です。リンゴ酢も味噌汁も発酵食品なんですね。すっごく大事です。健康的で綺麗に痩せたいという方はぜひ毎食毎食何かしらの発酵食品を取っていらっしゃいますかっていうことなんですね。これすごくポイントです。この発酵食品の中に先ほどお伝えした痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちがいっぱいいっぱい入ってますから、まずは朝昼晩とこういった発酵食品を必ず1品2品入れることで根本的な痩せ体質作っていきましょう。では2つ目の項目です。ここからはリンゴ酢のお味噌汁神レシピということで、その材料が持つダイエット効果、材料作り方注意点ですね、飲み方注意点をお伝えしていきますね。まずもうメインはですね、このリンゴ酢です。まずはこのリンゴ酢の痩せ効果なんですけども、もうどんどん脂肪が燃える。その結果基礎代謝が上がって脂肪がつきにくくなって、しかもその脂肪を溜め込みにくくしてくれる血糖値の急上昇を抑える効果があるとお伝えしましたね。そして何といってもなぜリンゴ酢なのかっていうところなんですけれども、たくさんあるお酢の中でもやっぱりこのリンゴ酢が酢酸の働きが一番トップなんですね。そのことでどうなるか、あなたの腸が元気いっぱい動いてくれることによってぜん動運動が活発になって、結果いらない太るもと老廃物をどんどんデトックスしてくれるからなんですね。なのでお酢だったらリンゴ酢使っていきましょう。そして満腹感も得やすいから朝からですね、この味噌汁飲むと食欲を抑えることができて一日中食べ過ぎ防止につながります。でむくみの改善効果もあります。カリウムが豊富ですから、こういったデトックス効果もうまく使っていって心と体をね、健康にしていきましょう。そしてここで痩せるリンゴ酢のワンポイントアドバイスなんですけれども、太るリンゴ酢と痩せるリンゴ酢があります。スーパーに行ったで、もしもですねこれから購入する際は原材料名をチェックしてください。そこにたった1つだけですね、国産のリンゴ果汁 100% のみ出てきている、できれば有機栽培とか JAS マークがついたオーガニックのもの、要は無添加のものですねを選んでいただきたいですね。で私はその地域性もあるとは思うんですけれども、多分全国的にすぐ手に入るんでしたらこの、例えばこれミツカンさんのですね純リンゴ酢国産リンゴ果汁 100% のみ使ったこういったですね原材料が国産リンゴ果汁 100% のみでできたこういったリンゴ酢を買われると、特にメーカーは問いません。原材料が国産リンゴ果汁 100% のみであればまずは OK ですから、そういった純リンゴ酢を購入していきましょうね。そして今回は玉ねぎも使っていきますよ。この玉ねぎ効果すごいんです。要は血液サラッサラ効果があるんですけれども、腸内環境が整います。なぜかというと、玉ねぎはですねオリゴ糖がたくさん含まれているお野菜なので、腸内環境、要は善玉菌をね増やして整うことができますよね。で、あとは血糖値の急上昇も抑える効果があったり、脂肪燃焼効果、代謝アップ効果、あとねコレステロール値も下げてくれたり、むくみ改善効果とかにもほとんどこのリンゴ酢と同じような痩せ効果がありますから、ここで玉ねぎも使っていきます。ではここからリンゴ酢味噌汁の材料をご紹介します。作りやすい量で今回は作ってみました。無添加の味噌を 150g、 これが赤でも白でもお好みで構いませんが、原材料に余計な添加物が入っていないいいもの、いいお味噌使っていきましょうね。そしてすりおろした玉ねぎを1個分ご準備いただいて、あとは先ほどお見せしたこういった純りんご酢ですねを大さじ1、もうこの材料を3つだけで簡単に味噌玉が出来上がります。ではここから作り方に入ります。1つ目です。ボウルに全ての材料を入れてしっかり混ぜましょう。もうダマがなくなるようなしっかりペースト状になるまでしっかりと混ぜてください。そして2つ目です。お茶碗、1杯あたりがですね、お椀1杯あたりが 30g が1杯分としまして、 30g ごとにそのできたお味噌をですね小分けにしていただいて、冷凍庫で 2,3 時間凍らせたら味噌玉の完成になります。これは保存する場合ですね、すぐ使う方は冷凍しなくても大丈夫ですよ。で、3つ目、味噌玉1つに対して 150ml のお湯で溶いたらりんご酢味噌汁の完成です。ではここから保存の方法、注意点になります。今ご紹介した分量、すぐ使い切ってしまう方は冷凍する必要はありませんが、例えばお一人暮らしの方とかご自分用だけに作りたいという方はやっぱり冷凍した方が傷まなくて済みますね。ということで冷凍だと約冷凍庫2週間は保存可能なので、1食分小分けにして冷凍してみてください。こういったね製氷皿とか、ジッパー付きの密閉袋に入れてご自分なりのですね、分け方で1食分ずつ保存されると便利です。1つポッと取り出してねお湯に溶けば OK ですから、そういった工夫もしてみてくださいね。で、これ食べ方注意点なんですけども、味噌汁ファーストと言いまして、要は何か食べようと思った時にまずはお味噌汁から飲んでください。そうすることで血糖値の急上昇を最初から抑えることができるので、その後の食事のね血糖値の急上昇、要は脂肪を溜め込む率を抑えることができますから、ぜひ味噌汁ファースト、何か食べるときはお味噌汁から一番最初にお口に運んでみてください。さあいかがだったでしょうか。今回のお伝えした動画はダイエット効果の高いりんご酢プラス発酵食品の味噌汁を加えたスーパー激痩せるりんご酢味噌汁の簡単なレシピご紹介しました。すごく便利です。まとめて作っておくとご家族多い方はね一度に使えますし、お一人の方とか小分けにしたい方はですね冷凍しておくと2週間ぐらいは保存が効きますので、ぜひぜひ毎日続けていただきたいなと思います。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、また実際食べてみた飲んでみたっていうね感想もいただけますととっても嬉しいです。コメントお待ちしています。それでは次回の動画でお会いしましょう。